こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんです。スピンフィットより新シリーズウェーブシリーズが登場いたしました。本日ご紹介しますのはこちら、スピンフィット W1、 価格はイーヤホンのウェブ本店価格で2500円です。こちら有線イヤホン向けのイヤーピースですね。で、中でもその有線のハイエンドのイヤホンに向けて作られたモデルでございます。では気になる製品パッケージから見ていきましょう。それがこちら、こんな感じです。これパッケージとしてはですね、3サイズのセットですね。この SML の3サイズのセットのみの販売です。その M サイズがその2ペア入ってるとか、L サイズが2ペア入ってるとか、そういうのはない。あ、わあ、綺麗なんだ。透明の傘に、軸に色がついている、タイプのイヤピースですね。これ結局綺麗に開けれてもこれ破かなあかんのですね。わあ、ごめんなさい、開けますよ。はい、こんな感じ。わ、かわいい。透明度も高いですね。軸は全くのマットってわけではなくて、ちょっと透けた感じの素材ですね。軸のカラーなんですけど、軸のカラーはオレンジとブルーとグリーンの3色があります。オレンジが S サイズで、グリーンが M で、ブルーが L サイズの、その3サイズですね。軸の色でもサイズが分かるって感じです。スピンフィットといえばですね、そのくびれですね。軸の部分と傘の部分があって、その軸の部分にくびれがあって、傘の部分が動く、そういうタイプのイヤホンの先っちょになってます。このその先端が動くこのくびれの構造なんですけど、これスピンフィットの特許のものなんですね。 3D クッション構造っていうふうに言います。これがね、スピンフィットのこのくびれがスピンフィットの最大の特徴でもありますね。で、今回はですね、肌に優しい医療用シリコンが採用されてます。開けていきましょう。うわー、こう中ですね、軸の部分がギザギザのウェーブが刻まれてます。どういうこと？こちらがですね、ダブルウェーブ加工といいまして、こうしっかりとですね、イヤホンの軸をこうフォールドするというか、抜けにくいような感じになってるんですね。わかりやすいんで、L サイズで、あー、やっぱね、先端が動きます。動きますよ。こうパッと見に普通のイヤーピースに見えるんですけど、やっぱり軸が動くというか、頭が動いたりとかする部分がやっぱスピンフィットらしさがありますね。ですごい触ってて思ったんですけど、すごいそのペタペタ感があるんですよね。今までのスピンフィットよりもよりペタペタ感があるかなという気がします。でここでですね、同じスピンフィットの CP145、CP145 とのですね、差、違いをちょっと体感していこうと思います。まず見た目の部分なんですけど、だいぶ透明度が違うんですね。W1 の方は透明に近い傘でして、CP145 の方はですね、半透明ですね、白に近い、もっとこのマットな質感のある白い半透明のイヤピースです。軸の部分も異なりますね。軸の部分もギザギザが刻まれていないですね。軸が動くっていう構造だけは、共通しているという感じです。でやっぱイヤピースの部分、性能とか装着感においてすごく差が出てくるのがですね、この摩擦ですね。このイヤピースの傘の部分、摩擦の部分全然違います。ダブルの方はかなりしっかりとした摩擦力があって、耳の中をしっかりとキャッチするような感じがします。そして CB140 の方は触れてる部分がですね、ツルツルっとしてる、比較的ツルツルっとしてるので、摩擦の係数は少ないかなと思います。でははじめに、こちら有線ピアホン1からスタートしていこうと思います。付け替えてみます。はい、装着の感じはこんなんですね。結構先端に乗るような感じのイメージ、やっぱりちょっとペトペト感はありますね。かなりしっかりとくっついた感じのイメージですね。キュッてくっつく感じ、非常に抜けも良くて、フィット感がこう結構タイトなので、耳に安定してる感じっていうのは強いですね。あ、こう触り比べると、今 CP140 も試しに比較してみようと思ったんですが、 CP145 はやっぱり柔らかいですね。装着した感じも、その第一印象がふんわりしている、ふわっとしてる感じ。あ、もしかするとちょっとダブルワンの方が輪郭は強いかもしれないですね。遠目の響きみたいなものは CP145 もすごく良かったんですけど、ちょっとだけやっぱそのシャープさみたいなものはダブルワンの方があるのかもしれないです。すごいそのフィット感としては柔らかい、145の方が柔らかいので、使
けた感じとしてはいいんですけど、なんかやっぱりグリップ力の強いそのダブルワンの方が、まあ、気持ち輪郭がはっきり出ますし、なんとなくやっぱりその低音の圧というかローのスピード感みたいなものも少し出るなっていう感じですね。まあ、楽器一つ一つのそのディティールの部分のその表現力というか、なんかその細かさみたいなものっていうのがダブルワンの方が感じ取りやすいような感じはしますね。イヤピースを変えることによってやっぱりそのイヤホン本来のポテンシャルが発揮できるというか、やっぱね、その美味しいところ、イヤホンの美味しいところっていうのを聞き逃してる感っていうのがあるので、イヤピースにはこだわった方がいいですよ。今有線ピアホン2と合体させてみました。いい感じですね。有線ピアホン2はですね、やや低音が、あのこの量感があるようなイメージなので、シャープさが増しているダブルワンとの相性はいいんじゃないかなというふうに思います。低音に量感のあるものとの組み合わせは相性は良さそうですね。先ほどのですね、有線ピアホンに関しては耳に装着するスタイルとしてスタンダードだったんですね。耳にイヤホンを入れてケーブルが下に降りていくというスタンダードなタイプのものだったんですけど、ちょっと耳掛け型との相性はどうなのか試していこうと思います。今手元にありますのがファイナルの人気のイヤホン、B3 です。まあ、そもそもファイナルのイヤホンというとファイナル E タイプの、ね、イヤピースが付いているのでかなり装着感はいいんですが、変えることによってどんな変化があるのか楽しみです。うん、いいですね。普通にもともといいんですけど、これをちょっと変えてみようと。そうなんですよね、装着感が良くてもイヤピースを変えてみようっていう発想は全然ありだと思います。快適だったりとか長時間の装着のストレスがなかったりとか、音景としてはいろいろ考えられますね。先端がね動くっていう、あーやっぱどことなくちょっとね解像度が上がってる感はありますね。もしかするとこれどんどんハイエンドになればなるほど効果は実感しやすいのかもしれないです。はい、続きましてはこちらゼンハイザーの IE300 です。 IE300 となりますと、モニター的な使い方もできるようなイヤホンですね。ダブルワンとの、相性はどうなんでしょうか。ちょっと軸が浅いような感じっていうのはあったんですけど、こちらのそのギザギザの、ウェーブ構造によってしっかりとイヤピース、イヤホンをホールドしますので、外れる心配はそんなにないかなというふうに思います。かなりしっかり密着して密閉されるので、モニターイヤホンとの組み合わせっていうのは非常にありですね。動きとかにもその柔軟に対応しつつ、耳の中をしっかりフォールドするっていう風な、感覚があります。はい、メゼオーディオアドバーです。もうここまで来ると完全にハイエンドイヤホンと言っていいですよね。ハイエンドイヤホン向けに作られたスピンフィットダブルワンはどれぐらいの効果を発揮できるのか、わあ恐ろしく解像度が高いですね。そもそもいい音ですね。あ、これやっぱハイエンドの方がいいですね。ハイエンドのやつの方がイヤピースが変わったっていうのをすごい実感しやすいです。なんか急にギャって音良くなったなっていう感じがしますね。はい、組み合わせるのはこちら聖オーディオですね。聖オーディオのモナークマーク2です。複数のドライバーを搭載していて、まあ、音のレイヤーもかなり、耳に感じることができやすいイヤホンですが、試していきましょう。ちょっと軸が太めですね。なんですけど問題なく装着できました。シュアーとか細軸のイヤホンではなければ問題なく、このセットで対応できると思います。あ、結構筐体が多いんでピタッと感が強いですね。個人的にはこっちの方がその音の明瞭感っていうのははっきりしてきたんじゃないかなっていう変化を感じました。はい、ということでですね、こちらスピンフィットのダブルワン、有線イヤホン向けの、イヤピース試していきました。実際試したところですね、まあ、やっぱりその一般的なイヤピースとのフィット感の違いっていうのは強く感じました。そして、イヤホンのグレードが上がっていけば上がっていくほどイヤピースの重要性っていうのは高まっていくんじゃないかなというふうに思います。ぜひ有線イヤホンの特にハイエンドのイヤホンのファンのお客様は試していただきたい一品です。お試しいただく場合はイヤホンヘッドホン専門店 E イヤホンの店頭にてお願いします。ご視聴ありがとうございます。動画へのいいね、チャンネルへの登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。